こう実践的な技法としては最初からカットしようとしたら独りよがりになるので、そうですね、長々と書いてから余計なところを取っていくって方が美しく仕上がることが多いというか、まあ学生にはそうやって言いますが、はい、ちなみにそれもダビオの記事だと2パターンの作り手がいるって言ってます、はい、あの作り手のゲームデザインの場合ですけど、この人はあの最初に詰め込むだけ詰め込んでから後から削るってて、他の人はあの、うん、ちょっとずつルールを足していってこう絵みたいにして仕上げていくっていう風に言ってます、ね、自分は削る方なんで、削る方なんか最初に詰め込んでから削る方が多いんじゃないかなって思ってましたけど、まあ、他のタイプの人もいるんですね、うん、私は付け加えるな、本当ですか、うん、ただゲームによりけりで、はい、こうまあ最近のゲームは主に原則はシンプルで例外が多数あるという、あそうですね、はい、マジック・ザ・ギャザリング式のデザインだと、はい、後から少しずつ付け加えるのは余裕、はい、余裕だけど、うんうんうん、最初からの構造がストリクトだと、はい、かえってそれはできなくなる、拡張作りにくいですよね、はい、そうですね、ウォーゲームとかは謎の条件が増えるのがあって、ここをこうしたら条件があって、またここにもあったのかみたいな、ルールが論理的なので、ね、こう必要な条件がチラシで書いてあることが結構あって、かなりね、だからホビージャパンの関役よりもキア通称の方が分かりやすいっていうのはそっちの方ですね、うん、なんか今の話多分ね、そうそう4回目ぐらい、あ4回目ぐらいじゃないかな、ね、大事大事、そう、ね、そのぐらい大事なんですよね、まあそれは分かります。で、次にめくっていただいて、次が2ページ目になります。で次の例がですね、非常にあの個人的には面白くて、ただし忘れないでくれ、優雅で直感的なシステムであっても説明がまずいこともある。でここで例に挙がっているのが、クニツヤのチグリス・ユーフラテスというゲームですの得点方法は、最も少ない色のキューブが得点になるけどと説明するよりも、4色1セットで揃えると1点としては初見プレイヤーに理解しやすい。これはそうなんですけど、チグリスの根本的な分かりづらさの中では、こんなもんサジだろうみたいな。そうですね、その通りです。あんな分かりづらいゲーム、そんなないですよ。あのゲームの分かりづ、あのゲーム、あのご存じない方のために、何が分かりづらいかっていうと、4色の色があるんですけど、プレイヤーが担当するのは、その4色の色ではなくって、その、プレイヤーが形なんですね。なんか壺だとか台本だとか、その形を持って4色を使うっていうことなので、それせめて逆にしてくれないみたいなことを思ったり、なんか自分の行動で誰に点が入るのかも今一つ、いや分かるんですけど、素直な入り方はしないんですよ。全く素直な入り方はしないです。すごく上な感じで点が入ってくるんですよ。そうだね、自分はあのゲーム大好きなんですけど、大好きですごくなんていうか素晴らしいゲームだと思ってるんですけど、それはそれとして説明にはめちゃくちゃ苦労します、ルール短いんですけど、はい、すごく短い、いやルールシンプルなゲームなんだけども、シンプルなんだけど全てが分かりづらさでできてる。そうですね、全てが分かりづらさでできてる。いや本当にそういう気がする、ね、はい、それはそう、それは全くその通りだと思います。同じことを説明するにもより簡潔な方法を探すべきだ。別の例として右にはアルハンブラの例が載ってます。ちょっとアルハンブラは前に1回アプリでやっただけなので忘れちゃったんですけど、アルハンブラは同じ色を2種類のシステムに使うという過ちを犯している。そのすでにプレイヤーは頭を切り替えなくてはならない。それがプレイの妨げになっている。お金の色と建物の色かな。ああ、そうなの。あ、そうなの。アルハンブラって誰のゲームでしたっけ。アルハンブラはヒルケンズゲームじゃない。そんなに苦労するかな。まあ、アルハンブラはここまでは思わなかったです、ね、特に現代の視点から見るとこんなもん別に。まあ現代のつうか、ダビオのがお前どの口で言ってんだよみたいなところはまあるんですけど。まあそうね。関連あるのかなって思っちゃうのは分からんではないけど、まあしゃあないんじゃないっていう、うん、パンデミックの時も本当にレガシーでルール書いてなくて、これはどこのどうなってんだみたいなのはすごい大変だったから。多分ダビオはそこじゃなかったんです。そこじゃなかったんです。あのパッケージを見て開けて分かるっていうところに、多分自分のヒューマンリソースを全て使ったんだと思います。そこはまあまあ良かったと思います、ダビオは。で次いきますか。じゃあその具体例ですね。物理的なトークンやグラフィックの見た目や手触りはゲームの情報を伝えるものであり、ルールを思い出させる手助けになる。これは本当にそう思います。プレイヤーフローチャートを使ってゲームを遊ぶわけではないし、膨大なルールを最初から読むわけでもない。備品がシステムを現実的なものにする。あの開けて最初にいきなりルールブックを読み出すわけじゃなくて、やっぱりその部品を箱を開けてなんか部品見たりとかボード見たりとかして、なんとなく手がかりをなんかその
そのゲームの雰囲気に浸るようなことを言ってますね。それはまあそう、まあ一般論としてそうだろうなと思います。とはついでにその箱絵なんかも密かにルールの伏線にというか導線になっていたりはするので、そういうところからゲーム作りは始まってますよね。そういう感じのことを言ってると思います。で、その例として色か、たくさん上がってます。色、形、大きさ、統合、だからボード参照性、試作品って最後に書いてあるのはあのこの章の説の冒頭に書いてあることです。で順番にいきます。色、複数の用途に各々に違う色を使う、これさっきのアルハンブラのことで言ってることですね。特にプレイヤーカラーとこんなんするのがすごく困るね。はいはいはい、ありますね。あるんだよね、うん、そういうのね。これ、まあ、頑張って そういうその、問題はまあ分かるわけですよ、うん、そうするとこう頑張ってこう色を散らそうとすると色がどんどんくすんでいくんですよ、うん、はい、色弱な人が見えなくなったりする色があったりするし、はい、っていうとバトリチアなんて微妙な色で選ばなきゃいけないからいつもは違うんだよね。間違いますね。しかもプレイヤーカラーと関係なかったですけど、ごめんなさい、脱線して運転免許は、一応その弱視とか色弱の人っていうのは、まあ、取っちゃいけない資格とかあるじゃないですか。ありますね。科学上の資格だったり、でもそのゲームの公式大会にその資格の判定がある人が出ていけないっていうルールがあるんですか。いけないはない、いけないかもしれないけど勝てないってだけじゃない。勝てない、どういうゲームなら勝てないかって言われると微妙なラインです。まあ、プヨプヨぐらいでしょ、ね、うん、プヨプヨは勝てない。プヨプヨは頑張れば形は違うから、微妙に形違うんで、うん、やったらまあ不利でしょうか。明らかにそのコンサーターはあの運動の競技には使っちゃいけないですね。飲んで出ちゃいけないですね。ドーピング扱いになる、はい、ドーピング扱いになります。メチルフィンゲートっていう薬が、だからあのマジック・ザ・ギャザリングとかあんまり正式な大会には出ないように してます。カルカソンとかもあの世界大会があるものとかは出ないようにしてます、ね、自分は。でも別にドーピング審査があるわけじゃないし、ないないけど、まあ、ないんですね。ないでしょ。ないでしょ。今ないじゃない。まあ e スポーツでもあるんですか、ドーピングって。 e スポーツは あります。ドーピングはダメなのはあります。あと今問題になってるのが、うん、あの義手の選手をどこまで義手と認めるか、e スポーツ特有の問題って感じですね。あの一応障害者と今健常者ではあのパラと普通で分かれてるんですけど、例えば義手に見せかけて連射機能をつけてたらそれって意味じゃないですか。で今アケコンのコンプラは決まってるんですけど、その義手義足のコンプラが決まってなくってどこまで OK するのかっていうのはちょっと今確かに微妙なラインですよね。そうなんです、ね、何が誤られてる、うん、そうだから義手と言い張って何か不正をすることがあるってことか。義手と言い張って実はその手で連射してるのか、どこまでが義手なのかという、どこまでが手なのかという、特に格ゲーなんてその繊細なあの操作でみんな練習によってそれをやってるのにそれを不正する人がいて、ヒットボックスでさえかなり炎上しました。ヒットボックス結局どうだったんですか、あれ。ダメ扱いだったんですか。あれだってあのですね、すごく複雑なコマンドがボタンの3ステップで出しちゃうのは、やっぱそれに青春をかけた人たちが独特だみたいなのがあって、ヒットボックス自体は古いものなんですけど、やっぱり競技に持ち込むのはちょっとやめようっていうので、アケコンのコンプラが見直されたんですよ、うん、でふるいにかけられてちょっとあれはみたいな、まあ、そうなんだ、ダメだったんですね。ただしパッドは OK なんですよ。パッドの方が不正しやすいと思うんですけど、うん、パッドはどこまでがパッドなんですか。パッドは一応純正品って決まってるんですけど、ただあれも、連射機能も仕込もうと思えば仕込む、いや、でも行きますよね、行きますよ、うん、だからどうなんだろう、目視できる形で通過させた方がいいし、あ、そうだね、でだんだんそのあのオリンピックとかと一緒でユニフォームとかも決まってきてます。そうですよ、うん、そう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 、あえて指先だけだと思うじゃないですか、はい、でも実はねその着衣とかでも結構状態は変わってくるから、あの、うん、ユニフォームもだいぶ決まってきてるし、うん、そうですね、だいぶ変わってくる。スポーツなんですね。スポーツですね、今の e スポーツジムもある、ありますし、普通に地下鉄で宣伝してますからね。宣伝すごいですね。びっくりしますよ。はい、e スポーツのジムを宣伝してるんですか。すごいね。ジムってジムってパソコンがあるだけなんでね。いや、まあでもジムですよ。調べた。うん、はい、まあ一応人は。でもトレーナーね、アドバイスをしてくれる。うん。うん、
あとゲーミング PC だからどれもスペック高い。PC は結局、うん、あれはいくらでも OK なんですか。そのあいや、規定があります。規定がある。規定があるし値段の規定もあって、うん、練習する人やっぱプロはあの同じものをみんな揃えてます。ああ、やっぱりそうなりますよね。絶対そうなります。うん、あと。モニターも結構あれラグがもう出るのであの一般の方ってテレビでもできるんですけど競技でやるやつはもう決まっていて、でプロに出る人は条件を一緒にしないと資材持ってる人は優位になっちゃうので、なんか配信をそれに加えてするってなると多分20万じゃ収まらないんですよ。20万じゃ収まらないでしょ。 100ぐらいですよ。怖い。あと、スマホ以上のスタンでゲーミング製品って更新されてるのでどんどん新しくなっていくんですよ。だから組める人をグラボをどんどん新しくしていくし、それと条件変わってしまうからまたあの別のパソコンになってていうのも繰り返し、だからまあそれだとはっきり言ってお金がある人の勝ちになる。そうですね。そういうのが自分で言うと、お金がある方がね、結構。まあまあ、いいですよね。オリンピックなんか本当そうだから。そう。ブリージもね、パートナーシップのゲームだから、パートナーとサインを送っちゃうとまずいんで、今不透明でしょ？不透明なのを立てるんですよ。世界選手権のスクリーンって言うんですけど、不透明なのを立てて、パートナーの顔が見えないようにしてるんですよね。身体チェックでやるんですか？もちろんそういうのあるし、もう今ではね、あのビデオ全部撮ってる。だからポーカーみたいな感じ、まあ、そうポーカーもね、うん、上からみんな撮ってるでしょ、うん、それであの後で再生して変なことやってないかをチェックするんですよ。それ通らないとね、進めないんですよ。 e スポーツはその教育状態と全く同じ二極化をしてて、あの教育も結局あの裕福な方じゃないと、まあ、言葉受けれないじゃないですか、はい、であの勉強ができないからこそ格ゲーで強い自分にライトが浴びるからっていうのでみんな大会に出てたのに、結局そこまで趣味になっちゃうと、まあ、分かりますよね、結局プロになっちゃうじゃないですか。だからそこにジレンマがあって、はい、格ゲーマーはプロを応援しないっていう構図ができてたんですよ。すごい面白いですね。そうね、アイロニカルだよね。階級的抵抗がある人たちの抵抗手段だったのにいつの間にかそっちまで障害が勉強でもしてきたっていうことなんですよね。メジャーなあの商業スポーツってはだいたいそういう道をたどりますね。今専門学校でもこう e スポーツ化ができたわけでしょ。ありますよ。 e スポーツをしているどこだ、バンタンでしたっけ。ですね、うん、そこで使われているのが、ストリートファイター5が教材になってます、はい、e スポーツ、うん、鉄拳はそのパブリッシャーの問題であの教科書には OK してないんですけど、それだと 2D の選手しか育成できないので、うん、それやった方がいいんじゃないかっていう話は中で流れてるみたいなんですけど、 2D の選手しか育成できないって、教材が 2D しかないそうか、そうか、ただあれってやっぱり教科書化するのにその、まあ、会社との相談とかがあって、いろいろその落ち物ゲームだったり対戦格闘だったりあのチーム戦だったりで部は分かれてるんですけど、全部の e スポーツ競技の選手が育成できる環境にはまだないかなっていう、なかなかその、うん、教材って消費と違うので、言ったら、そうですね、図書館なのか買うのかっていうぐらいの違いがあるから、そうなんですよ。ケープレイヤーの育成は多分できる環境がある学校はまだないですね。ストリートファイターはできます。鉄拳の育成をしても鉄拳強いだけになるってことです。そ残念ながらそうです、ね、そう、まあ、それはそれで美しい気がする。少年会行っても将棋しか強くない。そう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 オリンピックだってなんだって、まあそうだよね。まあそうなんですけど、どのゲームだってそうですね。なんか囲碁が強くなることのメリットは囲碁が強くなることだけですって言いますからね。よく言いますから、プロプライエタリーなゲームの問題っていうのがあるじゃないですか、そこで。何の、いや、プロプライエタリーなゲームの問題っていうのがあって、いや、会社が売ってるゲーム、そうそう、会社が売ってるゲーム、だから会社が売らなくなったらそれで終わってしまうわけですよ、うん、ボードゲームは常にそのね、なんていうかリスクというか危険と戦っているわけなので、より多いでしょ。そう、より多い。伝統ゲームのいいところはそれがないことです。そうですね。なんてね、なくなることはないです。なくならないから、ね。はい。そう。実戦格闘のその選手の育成、実戦的な格闘。例えば レスラーとかとはまた違ってて、あの人たちってマイクパフォーマンスとか演技の練習もするんですよ。なる
よ。でも e スポーツの養成校はまだそこまで及んでないので、あの前もコンプラでちょっと炎上してた、だから知ってました、知ってました、2、3回連続で。それは何でしたっけ、身長が低い男は男じゃない、人権がない、人権がないですよね。で、あのアメリカの WWE とかいうプロレス団体ってすごいそこまでしっかりしてて、あの俳優の演技と格闘技の演技両方やるんですよ、カリキュラムに。でも e スポーツそこまで行ってなくって、だからコンプラ的にアウトのことを選手はまだ言っちゃって、言っちゃっちゃう、うん、SNS で、そうそう、まあ、うん、それはだから勝てばいいというあれがあるわけでしょ、まあ、まあ、根底というか、まあ、うん、源流が違うので、ただスポーツ化したいんだったらそこの育成も必要かなと、あ、そうです、あの もったいなかったです、すごくビジュアルも良くて強い、うん、あ、そうでしたね、うんうん、あれは解約されたんでしたっけ、ああもうその日に、その日の夜に即日解雇です、はい、そうだったですね、あとは女性の胸に対しても言ってました、あ、なんか言ってましたね、なんか言ってましたね、すごかったですね、男性と女性両方の悪口を言ってしまって、はいはい、その日の夜にも契約解除、うん、そういうのを言った方が悪目立ちしてPV が伸びるってあれなんですか、ね、もう一方であるでしょうね、普通に自然にできちゃうんだと思いますよ、それか普段抑圧が強いから、まあ、それもあれはどっちかというと抑圧的な感じですよね、パブリックイメージとしては本当女性としてすごいサービスの方がバンバン食らった中で頑張ってるっていうイメージがあったわけ、うん、パブリック的には、うん、でその身内配信のノリでしたっていうふうに謝罪をしたんですけど、はい、うん、それはそのプロとしてどうなのかっていう疑問が上がって、そう、ね、そもそも身内配信だったらいいのかっていう話でもその残念ながら過去の放送を見ると、はい、その自分から自分の裸をアピールするような発言もまああったりはしたので、結構性的に言っているという、はい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 、全部それ掘られちゃうね。そうですね。そう、一回燃えちゃうとどんどん上がっていって、うん、そう、ちょっとちょうどいい、ちょうどあの、うん、何ですか、さっきのその差別、なんだっけ、炎上じゃないけどちょっと差別に関わる話が出てきたところで、ちょうどいいタイミングで、いいタイミングで俺の話に都合のいいタイミングで戻すんですけども、色のところで各々に違う色を使うって言って、例えば白は善を意味し黒は悪を意味するって書いてるんですけど、お前さ、これはまあやばいね、すごいですね、この本も別のところでそういうのダメだよって書いてませんでしたっけ、書いてると思いますよ、それは忘れてましたけど、これ大丈夫みたいな、まあ、昔からそういうイメージの色っていうのは好きがちではあるんですけど、そう、うん、まあ、そういうみんなはそう、まあ、みんなはそういうイメージを持っているものだよっていう話なのは分かってるんだけど、それでもこれはなと思いましたね、お金が黄色ぐらいがいいかな、お金黄色不詳赤、まあ分かる、うん、それはまあ分かる、白善黒悪もまあキリスト教的倫理観から言ったらそうなのかなっていう、取れちゃうけどね、これ例えばアフリカとかの、アフリカ南部とか黒人がもう本当にマジョリティの国とかってどうなんですかね、イメージとして、基本的には昼間の方が活動しやすいみたいな生物なんで、人間が、で夜になると危険っていうものなんで、だいたい白の方が黒の方が悪いっていう風に象徴的に出てくるんで、まあこれはしゃあないかなって気がしますけど、プレイヤーから白がいい側のプレイヤーで、プレイヤーから黒が悪い側のプレイヤーですって言われると、そうなんですよね、そうなんですよね、ただでも今も RPG のダークエルフとかっていうのは肌が黒くなくなってきてますからね、ダークの意味が変わるわけです、うん、いやブラ、うん、ダークって言葉を使わない、だ使う、まあ、それは変えられないので、まあ、変えるのもあるんで、変えることもあるんですけど、はい、だからハルクとかが緑の皮膚をしても同じです、あれは絶対いないからあれになってる話、そういう感じに意味合いが変わってくるんで、うん、そう、なんかそ、うん、あの自分が作った時も、うん、あのなそのなんだっけ、うん、とかくなんかファンタジー の、 あのテーマでゲームを作ったというか、まあ、アレンジした時になんかとにかく油断するとあの白人ばっかりの世界になっちゃうので、それを避けるようには頑張って、なんかであのグラフィックもそうやってお願いをしたんですけど、やっぱりそのこちらの爪が足りなくってグラフィックが返ってきた時に、やっぱりあのハイランクの方に白人がのファンタジー、日本人好みしそうな絵が固まってるみたいな印象になってしまったので、そういうのは結構相当意識してても間違えるし、いや
なかなかあの作ってる時に個人では手が回りにくいところですね、はい、でもなんかすごく考えていかなきゃいけないなって感じ。私が訳してるオファンマ RPG の第4版とかは、はい、こう男女比といわゆる人種比が、はいはい、ほとんど均一均等に必ず A が均等になってる。はいはいはい、すごい配慮になってもちろんだけど、やっぱり大企業はね、はい、そうそうやっぱりそうですよね。それはそこにあのリソースが割けますからね、大企業は。だからゲームズワークショップはさすが上場したわけあるという。ゲームズワークショップはまあそうです。前提とする人種の数とかが変動するってことないんですかね。あることあるじゃないですか。不思議な感じはしますけどね。それが自然なのかってやるとまた微妙な問題はある。いやだからその絵同じ絵の中でって、だから男女比とかはイーブンになってる完全に。いやそれはまあ分かるんだけど、でも中性的な人が出てくる。いや皮膚も皮膚の色もこう白黒黄色が全部均等になってる。まあそれもどうなのか、まあ中性的にも出さない。でも出してすげえ自然だから言われないと気づかない。それならいいよね。うん、意図的にだって一言もそういうの書いてないからね、どこでもね。そう、あのポケモン GO も3人のキャラクターからスタート選べますけど、性別言ってないですからね。うん、あそうですね。最近のポケモンとか、あの、最近はなくなりましたよ。本当にここ数年だと思いますけど、うん、3、4年ぐらいですよ、はい、男性っぽいキャラクターだけど男性だとは言ってない。別にこれが女の子でも構わない。そういう見た目だけだからっていう。だから最近オールドスクールのアナログゲーマーがオルタナライフになってるっていうことが現象が結構あってですね。はいはい、はい、それはあります、はい、あるしそう思います。花園が荒らされてるというやつですね。そうそうそう、だから D&D のご飯のルールから属性のルールが消えたんですね。しかも全部エラッタで全部削除ってなってる、はい、何数ページ丸々削除みたいなのがあって、まあそれはやり方は当然まずいんですけど、そもそも属性は別にこうポリティカルコレクテスと関係ないじゃないんですけど、うん、悪は悪だから倒してはいけないみたいなことをルールがもう強制しないって話なんですけど、あのそれで日本のゲーマー D&D ゲーマーがかなりあのポリコレ死ねみたいなことをツイートしていてあの非常にこんな連中と同じだと思われたくなかった。非常に恥ずかしい気持ちになった。あの私もボードゲームの話題を聞いてて似たような気持ちにはよくなります。うん、まあボードゲームもそうですけど、はい、とても辛いです。まあそれは、はい、そもそもお前らはそんなにアライメント属性のルールに思い入れがあったのかってことを僕は小1時間聞きたいわけです。僕はアライメントすごい好きなので思い入れがすごいあるんだけど、お前らはそんないつからアライメントにそんな位置加減を持つようになったんだって、そこに座れみたいなことをよっぽどね書こうとしたんですね。それ俺に向かって声が飛ぶように言わないでください。あそうそうそう、横山さんが言ったけど削除になった収束の傾向としてね。はい、削除になった属性のルールはあるんだけど、付属としてはあっても、まあ実質的にほぼ使わないですよね。もともとそういう傾向は、うん、あの10年ぐらい前の半からあるんです。第 3.5 ぐらいからねあるんだけど、うん、まあ、あのちょっとそういうね、あの問題含みの話がここからも続きます。次形、色の次は形、これはそうまだそんなでもないです。どの形が適切にその機能を使えるか、はいはいはい、2回攻撃する、まあ船だったら湖を泳ぐよとか、銃だったら撃つよとか、まあそれは当たり前なんだけどやれよ。であと2回攻撃するときには大砲を2つ備えろ、船に積み荷が5個なんだったらキューブが5個乗る形にしろ、まあ四角を5個かけとかですよね、うんうん、そういうことっていうのは割と大事だし地味だけど大事なことだとは思います。これははいその通りだと思います。ただそれはあのコンポーネントにあまり金をかけ出すとまた違う話になっちゃうので、今そうですね、はい、金の問題は別に。そうです、それは、まあ、あくまで UI の話です。紙にあの紙でなんか簡単に船の形を切り取るだけでもいいから、それをやるっていうことの方かなって思う自分は解釈してました、うん、次大きさ、大きいものは多い強い優秀、小さいものはその逆、ふーんって感じですね。まあまあまあ、さっきと同じ話です。次統合、特定に役割の色があるな、例えば、まあ、赤と青と、白黒がプレイヤーカードだったらみたいなことですよね。でそれだったらサイコロやカード裏面も同色で統一する、これなかなかアマチュアにはできないですけどね。お金の問題がありますからね、はい、ただまあそれは置いといて原則っていうことですね。例えばその、まあ、できるならやったらいいよね、はい、個人デッキであれば、例えば個人デッキ持ってるんだったらその白のプレイヤーは白のデッキを持つとか、うん、そういうことですね、うん、ラウンドトークンを使うのはボードに商業ゲームでこれ中途半端にやろうとして悲惨なことになってるゲームいっぱいあるじゃないですか。あ、はいはい、あります。この緑とこの緑本当に同じ緑かっていうのがあります。
あのそれを防ぐために、うん、あの自分が作る場合、作るというかデザイナーさんにお願いする場合は写真コンポーネントの写真を事前に仕入れといて、はいはいはい、それ撮ってこの写真をカラーピッカーでこのキューブの色をカラーピッカーで抽出して、うん、あのこの色でやってくださいというふうには指定します。でもやってない商業作品があります。プレイ用がないね、はい、なるべく、はい、まあもちろんライトの加減に変わるからまあそれはあります、ね、はい、印刷しても変わるっていうのはあります、ね、はい、そうですね、印刷機でかけた時も変わるんですけど、うん、なるべくそういう努力はまあ、 あの DDP 段階にできるんで、だけど少女ゲームでそれ全然やってねえのはたくさんあるんで、それはそういうパブリッシャーはこれ読んだ方がいいというか読んでくれっていうふうに思います。はい、商業ゲームっていうのはいくつから商業ゲームになるんですか。それは流通ですよね。流通の回路によって、うん、そのだから流通の側が商業ゲームと思えばあれ商業ゲームですよ。澤田さんが以前さ紹介したやつで、うん、最小印刷部数が、はいはい、いくつでしたっけ。300みたいな話をし、じゃあ、はい、紹介したやつだと1500ですね。1500って言って、いや僕が前訳した某社のボードゲームは、はい、日本の流通が1000だったから、いや1000は国内帯のゲームだったら別に全然普通ですよ、うん、あれはあくまでも、7000円ぐらいまでっていう想定だったので、うん、まあ、7000円ぐらいまでのゲームですけども、まあはい、1000なら商業でもまあ少ないけど、なくはない、なくはない、うん、だから1000は商業ラインだと、まあ、最低なのか800ぐらいまでいいのか500ぐらいまでいいのか300ぐらいまでいいのか、いや別にだからいい悪いって言ったら別にまあいくらでもいいんですよ。300でも商業ですよ、ね、300でも商業ですよ、うんうん、それは商業流通に乗ってりゃ300でも商業ですよ、うんうん、だからそれだけですよね。パブリッシャーがなんかその商業ベースでやってるパブリッシャー、うん、法人のパブリッシャーだったらみたいな理解です、うん、いやでも本だったら ISBN についたら全部商業でしょ。ああなるほど。だから、バーコードついてれば、あれはだから何コードでしたジャンコードか、はい、ボードゲームの場合はついてれば別に商業ゲームですよ。300部であろうと30部であろうとジャンコード結構高い、すごい価格を上げて30部とかでもいいわけ、ね、全然いいんですよ、うん、なるほどね。商業ジャンコードの、うん、ジャンコードを取るにはあれです、商工会議所に入らなきゃいけないです、はい、でお金払わなきゃいけない、お金払わなきゃいけないと、あと商工会議所との付き合いがなんか無駄に発生してしまうという、あそうなんですか、それはめんどくさいですね、うんうん、そうそうそう、あ失礼、そうですか、ちょっとなんですか、部数がある程度ないと難しい話っていうのはこの中でもありますよ、うんはい、ということですね。次ボード、これも結構大事というか、ボードを作るボードゲームって日本だとあんまりないので、どの角度から確認しても意味が分かるか、特に逆さまから見た時に意味が分かるかとかですね、これは地味に難しいけど大事ですね。これはでもね、まあしゃあない分はありますね、はい、これは、まあ、諦めるっていう選択は普通にあるから、6と9問題ですね、6と9問題、そうですね、まあ6カードなんかだとカードゲームだと9入れないとかはやりますね、1から9じゃなくて0から8にするとか、そういう風に対応はします。ある場所が細いルールに関連するならシンボル等ではっきり示す、なんか特定のアクションを行うところだったらそのアクションに対応するアイコンに紐づけるみたいなことですね、そこのアイコンを書くみたいなことですね。そうシンボルは暗い光の中にも見えるから、これ忘れがちなんですよね、そんなチェックしようないもんね。やできるかな、できます、私の行きつけ のゲームカフェさんは照明暗めなので、そこで遊んで問題なければ問題ないみたいな判断はします。あれすごい辛い目がありますよね、ゲームやの、うん、あります、間違ってると思うんですよ。それは間違ってます、本当はね、どっちかというとそっちの問題はまああるんですけど、うん、意図的に暗くしてるんですか。そうです、俺が言ってるのは大井町の喫茶マーブルさんというところで、そこは喫茶店なんですよ、うん、あ元々暗いよね、暗いです、ね、暗いです。でも自分は明るい光がすごく苦手なので、暗い光の方がなんか気分落ち着くし、うん、作業するときって電気全部切ってパソコンのディスプレイだけで仕事するような人間なんで、ゲームが関わってるので戦略的にそういう表明なのかなって、例えば暗い方が自己開示人はしやすいから心理戦に持ち込みやすくて、それはね、マナーミステリーとかはそういう風に演出してるですよ、ね、スペースもある、そうなんですね、うん、っていうかこの前ゲームホテルっていうのができたって流れてきて、あったね、あれは、はい、ありましたね、はい、あれどうなんですか、草間さん、できたみたいね、はい、照明の度合いとか言ってみないと分かんないし、いやいや、草間さん は、ね、あそこの何か噛んでるのかなと思って、噛んでるのかね、あさとさん噛んでるみたいな、ね、あ、そうですか、あさとさんって誰ですか、あさとさんで、あ、そう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 、その人飲みで見たんだけど、うん、それはマダミステリーとか人狼専門部屋があって、そこはわざと照明落としてるって書いてありました。うーん、
喫茶店なんかもそのある程度話しやすい空気を作るために明るくしすぎないっていうふうなことはしてるはず、うん、それでやってると思います、うん、だから変えてないのです。喫茶店はまあ割と店のポリシーでかなり照明は、はい、まあ、それぞれの店で撮ってやる、はい、客を早く追い出すために暗くしてるんじゃないですか。あのエッセンのマルドナルドは客を早く追い出すために店が斜めだったんですからすごいですね。だから25度ぐらいかくとかってそれはひどい。だから最近は喫茶店もどん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 冷房をかけるようになってきて、僕みたいに8割喫茶店で仕事してる人間はね非常に居心地悪いんだけど、うん、まあでもいるんですけどね、うん、そうですよ、そんなことに負けちゃいけません。バキ切る、そう、はい、だからマーブルってもともとの喫茶店なんですよ。でそこでゲームをやるようになったのね。だから非常に居心地はいいんだけど、ゲームやるにはちょっと照明は暗いね。あ、確かに。だからすぐ近くに電ガンとポップコーンがあるんだけど、両方ともゲームとしのあれとしてスタートしたのね。だからとても明るくてね、見やすい。でまあゲームするにはどっちがいいかってのは自明なんだけど、まあ、雰囲気もあるから何とも言い難いとこです。その会議室のような、うん、その絶対に視覚的な、はい、あの、はい、なんだろう、ズルができない状態の方が高校生ではあるけど、うん、じゃあ参加者同士が打ち解けるかっていうと議論になっちゃう。そうです、そうです、そうです。ただ自分は雰囲気を取ってマーブルに行ってます。ゲーム会はほら、あの割と公共施設借りてやるから、うん、公共施設の会議室ってね、長テーブルがあって椅子があるだけの人が多いから、まあ、それってその交流を狙うのか勝利を狙うのかでもだいぶ戦略変わってきます。基本的には交流を狙うもんですよね。ボードゲームの場合はそういうボード、いわゆるあのちょっとジャンル違う、MTG とかとまた話とかあると思いますけど、ーボードゲームを大体楽しみに来てる人が多くて、俺は勝ちたいぞってやつ は、まあ、じゃあ苦手なゲームさんって言って出して悲しい顔をされるっていう感じなんで。でもプロ の、 その競技シーンはあの決まってる規定があるんでしょ。競技シーンまではいない。多分競技シーンはないと考えた方がいいです、うん、あの一応大会はあるけど、うん、結局4人戦でそんなガチやってもしゃあないっていうのがある。カルカソンヌの場合は時計を使って2人対戦というのがあって、あれは確かにガチだからあのまあ明るい雰囲気で、明るいというかやりやすい雰囲気でいいんじゃないですか。 e スポーツまでその机の材質までっていうか、まあ、メーカーまで決まってるとか、そういうのはないですか。そこまではないです。伝統的なそういう将棋とかだったらもちろん、まあうん、ある程度ありますよ。でも考えてみたら将棋ってあのシリーズ7戦全部なんか全然違う環境でやるんですよ。そうですね、将棋は椅子に座っちゃダメなんで。そうそうそう、あれがでかすぎる。あれでかいね、それは作法として。いやもう ルールというか将棋連盟がもう、ただマナーがルールになってるんですよ ね、 きっと。日本棋院の方はもう椅子にしてる。そう、囲碁は椅子にしてる、椅子にしてる、うん、全く無意味な伝統だから、早く廃止した方がいい。そうそう、あの引退年齢が早まるの。そういうことね。あ、そうなんだ。そのためにやっぱり膝がやる。とりあえずは年寄り早く出てくるんだよ。そういう意思みたいな話です。本当にそう。いやもう本当にそういうね、客がいっていじりないルールは、一刻も早く廃止すべきです。それはね。だからノートでやってたゴイタもね、ずっと座ってやってたんですよ。それで東京から行くときにテーブルを寄贈して、小さいテーブルを寄贈して椅子と机で椅子とテーブルでやるようにしたんですよ、うん、そしたらね、今はねもうそれになっちゃったんですよ。だってやれば絶対その方が楽なの、うん、はいはいはい、間違いない、間違いない、間違いない。将棋は私は間違ってると思う、言われ、うん、ごいたがそうやって集まってやったのは漁師さんがみんなそうやってやったから。そう、その通り。それはかけてたからでしょ、集まって。いや、かけてたからどうかは別として座ってやってました。ごいたは絶対あれかけてるけど、あれかけないで、それはもちろんそうそうそう、な何か問題なんですか問題はありません。うん、問題ないでしょ、はい、で座ってやってたんですよ、はいはい、でも一応大学でゲームを教えてるメイトからすると、うんうん、ギャンブルゲームだけど書けるなとは言います。うん、それはそうです、はい、ウォーゲームだけど戦争をやったけど戦争を肯定していませんよって、うん、そうそらそう。でウクライナ戦争ボーンとかやつには俺ちょっとそんなこと言うなって言うわけです、ねはい、言うわけね、そういうね幼稚な学生も、うんうん、あのサバゲーがもともとはそのベトナム戦争を兵器禁止した人から始まったとかそんな話。いやサバゲーじゃなくてシミュレーションゲームだから、うん、もっと古いベトナム戦争じゃなくて、うん、あの一次大戦とかクリークシュピールとかの話から、うん、あ、そうか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 するって話ね。そうか、まあ、それは次のそうです、瀬戸さんの話にあるんですよね。サバゲーってそういう話あるよね。ありますよ、ありますよね、うん、本当かどうか私は分かんない、うん、でもそれは本当なんかそういうことにしとく方がいい。いや時期的には確かにね、うん、あのありそうな、まあ、サバゲーのルーツってよく分かりませんが、うん、それは瀬戸さんが多分お詳しいでしょうから、うん、さて
とりあえず、とりあえず続きにしましょうか。それはまたじゃあ、なんか結構、すげえな。すげえ、まだ9時半ですよ。9時半なのにまだ 2ページ目ですよ。まあまあまあ大丈夫、盛り上がってるってことは、そう、盛り上がってるってことはいいことなんで、はい、いきます。で次、参照性、これはアイコンやサマリーカードは初見プレイヤーには特に有用である。重要なルールはボード等ですぐ思い出せるようにする。例えば銀行、ボードに銀行って書いてある、そこに金貨プラス3って書いてあったら、もう誰でもそこに行け、そこには例えば駒を置けば金貨が3枚もらえるって分かるよねみたいなことですね。サマリーカードなんかは結構じゃないな、時々嫌がる人がいます。アイコンで、アイコンは、俺がアイコン嫌いです、実は。アイコンはね、あんまり、いや、分かるんだけどみたいな感じですね。なんか全く新しい言語を説明されてる感じ。まあまあ、トロ有名なね。だけど、そのなんかアイコン、全部アイコンで作りたいって、アイコンの方がいいから全部アイコンで作りたいっていうゲーマーの人も結構いますね。それは言語依存を減らしたいってことなのかな。そうですね、まあね、まあ、ある程度、まあでも別な言語だと思いますけどね。そう、別言語と言われることに、まあそうだけど、ちょっと完全にそうと思うよね。言語というか、文字が嫌いだと思います。認識でしょうね。そう、文字と絵とどっちを認識するのが自分にとって得意かっていう話な気がします。例えば、はい、ラミファイブって さっき言ったそのダイバーシティで失敗した話なんですけど、そのゲーム出したゲームって台湾麻雀なんですよ。台湾麻雀 でサマリを作った時に、俺はもアイコンが嫌いなのが、なので役を全部文字で説明して書いたんですね。その方が自分はいいから、はいはい、でそれを出した時に、このアイコンは例えば麻雀の役の一覧みたいに、はい、役の範囲の形の例で示してほしかったって言われて、はいはい、その発想は確かになかった。確かにその通りだし、役一覧は あるんだけど、でも俺あの麻雀の役一覧分かりにくいなと思ってます。あの範囲を実際に見てやらないといけないから、それを自分の中で抽象的なルールに変換するのに時間がかかるし、これのどこがどのようになっている、なんかどこが規則でどこが例外なのかみたいなことが分かんないんですよね。例ってアイコンの例っていうのは、だからそれはアイコンなんとかはその程度問題だったり好みだったりするので、アイコンは確かに複雑なことは語れる、はい、ね、そうすると有名なトロワゴ、この間やった初めて BGA とやったんですけど、トロワ本当に意味分かんなかったです。トロワゴって何ですか。トロワっていうゲームが、パールゲームズってトロワ出してるゲームがあって、はい、それはそのアイコン、もともとその複雑なゲームを出そうっていう流れの中で、そういう文字でなんかいろいろ説明するのを、まあ、いや、これはもう完全に多言語展開のことを考えてるわけですけれども、多言語展開の中でそういうその言語依存を排して全部アイコンにしようみたいな流れがあって、はい、でそういうのがしばらくあった後に行き着いた先として、トロワっていうゲームが、それですワーカープレイスメントのやつ、ワーカープレイスメントのゲームなんですけど、これがそのあまりにも特殊なルールの全てを無理やりアイコンで表示しようとしたせいで、そのアイコンがただのなんていうか、なんだ、宗教みたいな、こういうのか。でも宗教だって言われると逆にちょっとなんか、はい、ちょっと好きになってきますね。なんか逆に面白いみたいな。それは自然にゲームになってしまう。そう、読み解くのがゲームになってあれ、これ国産ゲームです。いや、違います。フランスです。確かトロワってでもフランスの名前でしょ。そうです、ね、トロワ地名ですね、フランスの。あれはフランスのゲームですよね、確か。確かそうだったと思うんですけど、うん、だけど我々だからアイコンがとかってパッと思いつくけど、多言語の話が出たからいいと思う、はい、アメリカ人とかパソコンなんかそうだけど、アイコン好きじゃないですか。はい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 、好きですね。で連中って結局アルファベットしか文字ってないんですよ、頭の中に。だからアイコンじゃないと分かんないっていう感じが多分あるんだと思う。我々漢字とかで見るから、漢字ってアイコンじゃないですか。そう、うん、羅漢的な議論になってました。そうそうそう、あんまりそれ深めてもしょうがないけど、アイコンを漢字に、全部漢字にしたゲームを作ってる。あ、いいかもね。あ、いいですね、うん、だからファミコンでそういうのなんか東南シャープレートは本当にアイコンであり字だから。あ、確かにね、甲骨文字なんて非常にアイコンっぽいですよね。そうですね、まあ、アイコンそのものだよね。うん、この間ね、長谷川富さんがボードゲーム のグラフィックデザインの勉強会をするからよかったっていうんで、その参加したんですよ。まあ、参加費はなんだっけ、商品買ってねっていう感じだったんで、はいはい、まあ、いわゆる投げ銭みたいな感じだったんですけど、はい、そこで文字で表す際にその字の密度を意識するとちょっと違うよみたいなことは言ってきました、ね。自分もなんかそれは考えながら作ってたんですけど、漢字と
た漢字2文字を全部並べると全部同じような手番アクションに見える。それを例えば漢字ある最初は漢字2文字、次はひらがな5文字とかカタカナ5文字とかにするって、その密度とか長さとかをばらけさせることで、なんかあの頭に入りやす、うんうん、頭への入りやすさが違う、見やすさが違うみたいな。私中国人の意見聞いてみてえな。ちょっとだけ必死に書いてあってどう思いますっていう。でもウォーゲームも昔は古いウォーゲームはみんな戦車は四角に×でみたいなのありますけど、最近のウォーゲームは戦車の絵がちゃんと書いてある。そうそうそう、はい、だいぶ変わってるけど、変わってます。確かに覚えられない、四角に四角があるのは何だっけみたいな。だから別に具象的じゃないんですよ、アイコンが、うんうん、×が戦車だっていう、ね、想像できないでしょ。地図記号みたいなもん。そうそうそう、地図記号で同じですよ、完全に地図記号。選択肢に置いてあるのかな、うん、ただそれを学習しちゃうと違うと物足りない気になってくる。わかります、それはわかります。慣れるとやっぱアイコンの方がいいですよ、ね。まあ、そういうものって内面化しようとね、 そっちが逆に分かりやすくなるね、はい、うん、アイコンの問題。これは奥深い議論ですね、うん、それだけで。なんかだからダビオの話ってまあ問題のあるところというか、その鵜呑みにするものではないんだけど、うん、全部重要な論点で、この記事はすごく読み応えがあります、うん、非常にいいと思います。このデザイナーはこうヒーロースケープとかのデザイナーのね、はい、そうです、まあ、やっぱり有名なのはレガシーシリーズですね、はい、レガシーってあの、うん、リスクレガシーか。そうです、レガシーとか、レガシーそうです、ハズブロの人ですか、はい、なんだ他の上の裏切り者。あ、そうです、そうです。あ、もう、はい、やってます、やってます。まあ、チームだから代表ではないでしょ。うん、あれは代表ではないと、うん、さあ、とレガシーはこの人の担当者ですよ。レガシーはこの人、リスクは。あ、リスクって単独でしたっけ？リスクレガシー単独じゃなかったっけ？いや、単独じゃない、単独クレジットではないんです。ただ、まあ、ただでも、ダビオの方が先に上がってたと思うんです、うんうんうん、リスクレガシーは。うん、多分レガシー化するときにはこの人が前面に出てきてやるみたいなことだと思います。で、最後なんですけど、最後も結構濃くって、タイトルとテーマもゲーム理解に寄与する。タイトルはテーマ性を持ち興味をそそるべきものである、そういうものであると同時にゲーム内容を伝えるべきものである。テーマ性がゲーム理解を阻害してもよくない。まあ、まとめるとこんだけなんですけど、右側の引用の例えば、上から2番目なんかはに、例えば「鳩は労働者の罪」っていうタイトルは非常に若い、ね、これ仮なんですけど、いやこれはね、そのダビオがダメなのは、もう鳩は労働者の罪ってタイトルがダメっていうところがダメですよ、ダビオは。これはいいタイトルです。何がダメなんだろうね。いやもうまあ忘れないからいいと思う、うん、まあ、ゲームあ、まあ、原文見ないとちょっと分かんないんですけどね、うん、これ俺もそんなにひどくないって思ったんですけど、まあ、いやでもダビオがこれをダメだっていうのはすごく感じは分かるんですよ、はいはい、でそれがねダビオのダメな理由なんです。ダビオは所詮その程度のデザイナーっていうのがはっきり表れているそれはアメリカだからってのもあるのかもしれない。いやアメリカだから完全にアメリカの市場、いやだから、うん、ワクワクしないってことを言ってるわけ。そうそうそう、だからこのハズブロがどこにマーケティングしてるかっていうことをその、はい、あのダビオは完全に内面化して喋ってるわけですよ。あはいはいはい、ヒーロースケープなんてヒーローウォーズみたいな、ヒーローなんとかみたいな、なんとかスケープってめちゃくちゃあるその、まあ、ダビオは基本的にはだからここでパワーファンタジーを喚起しないようなタイトルとかそのビジュアルはダメだってことを言ってるわけですよ。あまあでもまだダビオの言い方をトレースする必要ないわけで、ないわけで、うん、例えばいいタイトルって例えばテストプレイなんてしないよとかはいいタイトルだと思いますけど、まあいいタイトルです、ね、あれいいですね、はい、うん、タイトル一発動きますから、ね、このゲームだったら神戸で沖縄市がね、あの積み荷を積みながらあのヤクザの手配して戦うみたいな楽しいゲーム、あーいいね、楽しいそして山口組があるかなり想起させるものがあるタイトルですよ実際、うん、だから良くないタイトルってなんだろう、ユーロゲームの大体はこの観点で、そうそう、こんな感じですよね、うんうん、いやこの観点で言うとアルバファンタジーないからユーロゲームのタイトルがこっちの名前ばっかり、こっちの名前ばっかりですよ、うん、アルハンブラもダメでしょ、そういう意味で、アルハンブラなんかよく分かんないと思う、ね、うん、ゲームの、まあ、でもいやもちろんアルハンブラが本当にアルハンブラのゲームだったら別にアルハンブラでいいわけですけども、ユーロゲームっていうのはアルハンブラって書いてアルハンブラのゲームではないわけですからね、うん、そうですね、そうですほとんど、どこでもいいものですね、そうそう、ほとんどユーロゲームのタイトルっては無題って書いてあると全く一緒なんだから、うん、そうですね、うん、だからあくまでこう逆にね、はい、タイトルはまあ荷札のようなもんだから、はいはいはい、あんまりそれにね、あの思う意味を込めてもなんか逆に考え方はありますよね、うんうん、それはまあゲーマー的にはそうなんでしょうけど、うん、でもこうやっぱり歓喜しないタイトルっていうのは最初の市場的には強みがもうそこで
関心を持たれないわけですから。うん、でも逆に言うとそれを言ってるようじゃまだまだで、はい、逆にそれに慣れてきてね、 その題名で逆に喚起されるようになってくれば本物だから。うーん、まあまあそういうこともありますけど、そんな千本言ってたら、例えば五板とかはタイトル的に良くないと思うんですね。良くないね、私もそう思う。まっちゃうと、うん、いやいや、でもどういうゲームか分かんないし、分かんないですね、はい、ダビオがね、ここでよくあのタイトルがちょっとミスマッチだって言ってるのは、レース・フォー・ザ・ギャラクシーです、うん、あの、まあ、聞くと、ね、宇宙でそのレースするゲームみたいに思えるけど、うん、実際にはそこで、うん、自分が文明とか、文明というか、なんか、うん、レースマッチを作ってるから、ね、レースって言えばレースだけどね、そう、レースな、その文明を建築するレースなんだけど、そのみんながそうするレースではない、宇宙船の競争じゃないよって話、そう、宇宙船の競争じゃないよっていう、うん、だから、まあ、内容はもちろん素晴らしいゲームなんだけど、そこでちょっとミスマッチを起こしてるからみたいな、あのタイトルとして理想的ではないと思いますね。まあそういうゲームありますよね。そうそう、うん、例えばさ、海外でもそんな感じなんだけど、あれはそういうミスマッチをやってるからいいんだよね。まあその、パッケージと合わせれば意味がわかるでしょ、あれは、うんはい、ああ そういう意味ねっていう、例えば、うん、クトゥル呼び声、まあ、クトゥルシアン TRPG の有名なキャンペーンシナリオでユグソトースの影っていうキャンペーンがあるんですけど、まあ、高確率で全滅するキャンペーンですが、ユグソトースはね出てこないんですよ。でもまあ影も出てこない、影も形もないんですよ。タイトルが何なんだこれは。ただあのゲームオーバーするって言いたいんだなっていうのは、しょうがないじゃないですか。城、あの城の盆踊りだって城は出てこないですから。いやいや同じ。あれはあの大名どうこうじゃないじゃん。完全な、そうだけど、ね、完全なタイトル詐欺なんだ。出てこないから、うんうん、話戻していいかな。ユゴスの侵略はユゴスからミゴは来るので、ユゴスからの侵略はしてるよねって話。みんな自分のゲームにはちゃんと納得のいくタイトルをつけよう。俺はもう検索性は放棄してます。検索性は放棄して、ちゃんとあのみんな覚えてもらえるとか、自分が好きなタイトル、自分が好きになれるタイトルっていうことを重視してつけるようにしてます。その辺はまあなんか、その辺は本当にターゲット、さっきおっしゃったターゲットなんですよね、うん、ターゲットによってタイトルは変わってしかるべきなので、うん、まあダビオのこれだって一般論という、うん、一般論として読むものですね。一般論というか自分だったらどうするみたいなもんですね。まあね、で次、ターンラウンド勝利点フェーズといった概念はよく知られている、新しい用語がルール理解に寄与する必然性がない限りよく知られている用語を使おう。これまずあの2つ引用2つに載せました。1つは驚くべきことだ、この2つの用語、ターンとラウンドはさまざまなゲームで区別せずに使われている。これはあのトワイライトストラグルとかですよね。あのラウンドの、我々がよく知るラウンドのことをターンと言います、あのゲームは。いや、これまあまあまあありますよね、こういう話ね。ロマはやっぱりね、そっちの方が多分伝統的に見たらむしろターンとか強いんじゃないですか、ね、あ、そうなんですか。いや、わかんないですけど、どうなんですかね。でも確かに昔のゲーム、昔の、うん、ゲーム、まあ、まあ、ウォーゲーム、ウォーゲーム、ウォーゲームは確かにターンとか使ってる時代が長かったからと思うんですよね。ターンって言われると人のもので、ラウンドって言われるとゲームの流れが流れですよね。我々というユーロバターも、うん、こっちの人形を持ってるけど、うん、思うよ、うん、じゃあないんですか。レポートとかではむしろそうじゃない方が結構ウォーゲームくんが結構あるんですよ。ターンで両方とか、それは別にありません。もともとターン繰り返してもダメだったけど、その間ターンの中にまたごちゃごちゃ作っちゃったから、そのフェーズとラウンドがあって別がないんです。だターンよりラウンドの方が低かったり、あの回転量だったりする。そう、RPG も逆ですからね。ああ、別にターンとラウンドがどっちが先って、別にラウンドの中でターンが回ってくるから、うん、イニシアチブをどう切るかでターンの概念変わりますから、うん、トランプのゲームでもディールって概念があって、ディールっていうのは一配りして、あれ分かりづらいよね、ディール終わるまでなんだけど、でもそのディールに当たることは昔はあまりなくて、非常に混乱した。だから私は意図的にディールを使ってるんだけど、はい、でも分かりづらいですね。でも一応本の最初にはディールには2つ意味があって、一つは配るという意味で、一つは配ってから点数をつけるものの一区切りだよってことに断ることにしてるんですけど、そう、それがまさに分かりづらさに拍車をかけて、そう、ラウンドとか言えば済む、ラウンドって言えばいいのか、ラウンドじゃないんですよ、そう、ビジュアルですよね。ラウンドって言ってワントリックみたいな感じ、いや、あの全部違う、ディールが使い勝手がいいのは、ディールが明らかにテクニカルターンの顔をしてるからですよ。だからラウンドって言った場合はふわふわした概念なので、あ、なんかみんななんかラウンドって言ったらラウンドでしょみたいなふわっと流しちゃうんだけど、 D、うん、
ディールって言ったらディールって何って聞いてみるから。そうそうそう、でディールっていうのはもうこういうことだよっていう、もうそれはもう、うん、テクニカルならそう覚えてっていう話でしかないから、自分もそうします、自分もディールしか使いません。そうラウンドって概念を使っていいのはもちろんちゃんとした定義をする場合と、うん、あとまあラウンドっぽい概念がそのゲームの中に1種類しかない時ですよ、ね、うん、でもあの大体のそういうそのトリックテイキングとあの種の、いやぐるぐる回るタイプのカードゲームってあのラウンドっぽい概念はいくらでもあるわけなんで、あんまりだからそこでラウンドって用いちゃうのは本当は良くない、うん、なのでまあだからディールって使っていい条件だったら使うかなって感じですね、やっぱり、うん、だからあのまあプレイが集まってトリックになって、トリックが集まってディールがなって、ディールが集まってゲームになるっていうのを、例えばトランプの、夢中になるトランプの本には最初に書いてある。ただあの困ったのはカシノみたいなゲームで、カシノって1ディールの中に何回も配るんですよ。しょうがないからラウンドっていうふうに言ってるんだけど、合ってるかどうかはよく私にもよくそうですね。この問題時々ツイッターでも議論になりますよね。なります。僕も一回議論に参加したことがあったような気がする。制作者なるし、あの記事書いて変なイチャモンつけられたこともあります。まあ、まあ一回もみんなありますよね。そうそうそう、東八拳だとあの狐が庄屋、に勝ったのが1本なんだけど、うん、3本連続して勝つと1回の勝ちなんですよ。言葉が混乱するじゃないですか、はいはい、だから私は狐が庄屋に勝ったのは1件の勝ちとして3件連続したら1本の勝ちって言い分けたらいいんじゃないかというふうに提唱してるんですよ。まだ定着してないけどね、あの一生懸命使ってるからそのうち定着するかもしれない。まあ言い切っちゃうことですね。地道な努力をしてるんですけど言い切っちゃう、書いちゃうラウンドよりも大きい繰り返し概念を示す言葉は実はないっていうのが問題なんですよ。ないね、それは困る、困る、うん、でなんかいろんなゲームでいろんな苦労してるんですよ。そう、苦労してるね。あ、このゲームではこの言葉使ったかみたいな、うん、でその繰り返し単位がね、いろんな単位があったりするからね、難しいんですよ、ね、でダビオが言った例えばここで そのためにじゃあどうするのかっていうとテーマ付けしたらどうって言ってるのが一番最後です、はいはいはい、テーマによっては1年は式で構成され1年の終わりごとに得点計算が発生すると記述できるならなおいいだろう、はいはい、非常に理にかなっているし、プレイヤー冬が過ぎることに何か起こると直感的に悟る。日本では春だと思いますけどね。まあまあそうです、まあまあでも、うん、これ年末ってあるかそう、でも分かりますよねこれはね、うん、けれど聖職者会議が4度招集され、その後名誉点獲得のための集計が実施されるのようなルールの書き方はただ混乱を招くだけだ、うん、俺そうかなと思ったんですけどこの程度なら大丈夫、ただ、実際にはこの程度の整理ができない人たちが大量にいるので、はいはいはい、それは商業同時に関わらず、うん、これぐらい、まあ、これはダメだよっていうことによって、はい、これよりダメなものがこれぐらいにはなるかなぐらいの感じはします。ここで書かれた考察は作者自身のものであり初ブロの考察ではないって書いてある。それは聞いてみたいんでしょうね。でも初ブロって感じしますよ。だからすごいストレスフリーですよねこれは、うん、これをそのまま回ると初ブロでもこんななんかゲームのこと真面目に考えてないから初ブロ上か分かんないけどこの間 の裏切り者の館の看板は、はいはい、もう本当にちゃんとしてました。そうなんですね、うん、すげえちゃんとしてた、うん、まあ、初ブロのがどこまで 上が噛んでるかは知らんけど、なんか初ブロの中外中の中まあ大きな動きが名乗ってるだけですごくこれはいい記事、いい記事です、うん、明確だし内容濃いしすごい良かったです、うん。